はい、皆さんおはようございます。サブちゃんでーす。どうぞ麦太郎さん自己紹介を。前回も言いましたが、簡単に言うと歌ってみた的なチャンネルをやってるポエトリーラッパーの麦太郎です。ポエトリーラップって何ですか？ポエトリーラップというのは、一般的なラップほど韻を踏むことを重視しないけどリズムには乗るラップです。めっちゃ声張るやん。めっちゃ声張るやん。だいたいサブちゃん出てくれるさ、しらすさんのサブちゃん出てくる人はだいたいさ、なんか、はい、なんか俺の飲み友達なんですけど、だいたい。はい。誰も声張ってくれないからすごいありがたいっす、今。いや、前回の動画を、いや、僕のチャンネルの方でのしらすさんとのコラボを見てる。いや、俺声ちっさと。そうそう。前回素人みたいな。素人みたいな感じでしたよ。というわけで、まあ前回の動画見ていただけたかどうか知りませんが、サブチャンネルの前回の動画で、YOASOBIの夜にかけるの歌ってみたら二人でやるはずだったんですけど、私のね、メンヘラでお蔵入りしましたっていう動画を撮ったので、よかったらそちらどうぞご覧くださいませ。で、そのお詫びに今日は萌えシャンドンを買ってきたので、このね、安いシャンパンで今日は乾杯をしてごめんなさいという気持ちを向いたのに、僕からすればとても高いですけどね。皆さんに伝えたいと思います。乾杯。自分の中で入れるっていうね。ありがとうございます。はい、というわけでじゃあ本日は白須田相談室東大生麦太郎の悩みです。東大生麦太郎が TikTok やら何やらで自由に歌うと叩かれるという問題について、はい、徹底討論していきたいと思います。では乾杯。乾杯です。ありがとうございます。あーね、白須田さんも多分そういうの来ますよね。くる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 。なんかやっぱ癖強い人は叩かれますよね。で、なんでかっていうと、日本の文化ってそのやっぱメロディーラインとかリズムを原曲通りに歌うっていうのがやっぱ良しとされるので、良しとされるじゃないですか。で、逆に、まあ、まあまあ間違いないですね。そう、洋楽特にまああのまあアメリカ圏のポップスっていうのは、なんだろうな、こうやっぱフェイクとかアドリブとかっていう文化があるように、なるべくこう原曲から話すというか自由にこう表現するっていうところに価値がある。そうですね。とされる。まあいろんな音楽ありますけどね、アメリカの中にも。まあね、流行りどころはそういうようなニュアンスのことが多いんじゃないかなと思うんですけど、だからなんだろうな、日本でそれをやるでもめっちゃ叩かれるんですよ。そうなんですよね。例えばさ、まああの、まあトップオブトップで言うと、玉置浩二さん。はい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 。玉置浩二さんが歌うと元気なくなるじゃないですか。そうですね。多分三日月とかでさ、君がいない夜だのもくらなんかメロディーもだいろいろあるんですよ。音楽理論的にいろいろあるんですけど、はい、なんか土地狂うじゃないですか。まあまあまあ広瀬香美さんとか、ね、あ、そう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 、完全に違いますからね。全然変わるじゃないですか。はい、で、俺的には個人自分的にはすごいあれ、ああいうのが好きだし、原曲と同じように歌うんだったら原曲聴けばいいわけなんで。そうですよね。いかに違う歌うかっていうのが。自分は楽しみ方としてあるんですけど、はい、批判が来る、と麦太郎少年には。いや、まあまあまあ、おかげで TikTok が伸びるんですけどね、コメントいっぱい来るから。だからまあ、言っちゃいいんですけど。はい、じゃあこの悩み解決でーす。ありがとうございました。炎上商法でした。いや、でも実際まあ、白須田さん的にはどう思うのかなって思うんですよ。こう、僕も結構よく見るんですけど、うんうん、まあ基本原曲に忠実な歌い方講座なことが多いじゃないですか。どう思ってるのかなっていう感じなんですけど。でもやっぱり、はい。誰かに見てもらおうと思って投稿してる人は視聴者の意見は大切にしたらいいと思うんで、はい、だ結局その視聴者が原曲にどれだけ寄せれるかっていうところを重視してるんだったら原曲に寄せていくべきだと思うんですよね。はい、だからダメです。え、僕もただまああれなんですよね、そう、批判してくる人ってフォロワーじゃないんですよね、多分大体。まあそれそうやな。 TikTok とかだとこう原曲に寄せていくとすげえいっぱいいるんですよね、同じような歌い方してる人って。わかる。だからそれだと差別化が図れないから僕じゃなくてもいいんですよ ね。そうなの。っていうのがけど結局、はい、なんかそういうっていうか、まあ、日本のなんだろうな、やっぱり音楽っていろんな要素があって、はい、リズム、音程、まあ、歌詞、そうですね、まあ楽曲のまあ流れ、コード進行とかいろいろあると思うんですけど、和音とかメロディーラインとか。なんですけど、やっぱ日本語の曲って、やっぱ歌詞における割合がすごくでかくて。ああ。まあ日本の視聴者ね、リスナーが、やっぱり歌詞っていうものをやっぱすごく大切にする。特にバラードはそうですよね。そう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 。はい、だから、
例えばさ、さよならだけだったや、布のけとことですべてが、みたいなやると、何言ってるか分かんなくなるじゃないですか。確かにそうですね、だから、玉木さんとか何言ってるか全然分かんないんですよ。ちなみに、例えば、ミセスの大森さんとか何言ってるか全然分かんない時あるんですけど、はい、だそういう風に歌詞がこう、崩れていけば崩れていくほど、リスナー、日本の、まあ、分かんないですけどね、俺が、大部分だと思ってるリスナーは、こうなんかちょっとよく分かんないってなっていく人もいる。けど、まあさっき、大森さんのミセスの大森さんの例とか出したんですけど、まあミセスはファンが死ぬほどいるじゃないですか。はい。で、結局、歌詞なんて何言ってるか分かんないぐらいでも、かっこいいと思ってる層もいるわけですよ。そうですね。自分はそう。あんだけ YOASOBI 歌詞すげえとかって言っといてなんですけど、はい。基本的に歌詞って何言ってるか分かんないなって思いながら聞いてるし。YOASOBIパッて聞いた時はなんかノリ良くていい曲だなって思ったんですよ。YOASOBI 結構好きだったんですけど、結構好きだったんですけど、はい。リズムとか、そのボーカルテクニックなところで、まずワクワクがあるわけですよ。はい。で、小説読んだら、あ、意外とそんな感じなのね、みたいな感じでしたよね。だからあれはすごい優しくて、こう歌詞がわからない族。私歌詞わからない族なんですけど、普段は聞かないです、全然。にとってはすごく優しくて、こうなんか、とりあえずリズムとか、そのなんとなくの耳聞き心地で入って、さらに歌詞の世界観も分かりやすくなる小説っていうバックがあって、最強の組み合わせだったんですけど、まあだからつまり何が言いたいかっていうと、まあいろんな視聴者がいるから、はい、確かに歌詞が重要視してる人にとっては何言ってるか分かんないような歌は、もうなんかダメですよ。まあまあそういう視聴者にとっては間違いなくそうそう。けど、まあそのリズムとかそのなんとなくの聞き心地が重要な人もいるんで、もうそういうところを取っていけばいいんじゃないのかって思いつつも、じゃあ私からちょっと麦太郎さんに苦言というか、はい、ちょっとそこどうしようって思ってるところあると思うんですけど、はい、そうやって、まあ、ちょっと原曲と違う感じを楽しんでくれる人って、やっぱその歌詞より音を楽しむタイプの人ですね。そうですね。麦太郎さんはポエトリーラップでこうドンっていきたいって思ってる、まあ、歌詞めっちゃ重要じゃないですか。はい、さてそこのギャップをどうやって埋めていきましょうという、まあまあまあそうですね、東大生に聞いていきたいと思います。いや僕は結構 EDM とかをガンガンに使ったようなポエトリーラップが今この世に一つも存在してないんで、そっち路線でハイトーンのサビを入れたような曲を作ってこうかなって思ってるんですけど、まあちょっとどうかなって感じですね。まだわかんないです。そうなんです。だからまあ視聴者の属性が変わっちゃうかなと思って。そうですね。まあでも確かにポエトリーラップでも今はなんか YouTube とかもあるし、視覚的にお歌詞が出てれば、はい、伝えたい部分のことは伝わると思うし、そうやってリズムとかハイトーンとかって要素が付け加われれば、はい、麦太郎オリジナルができると思うんで、すごいいいと思います。なんすか急に苦言を呈してはさったのに。大体知らせた優しいから苦言って大体苦言じゃない、最終的には相手を持ち上げるというところに落ち込むという上手っすよね。いや別に僕もサブちゃん見てて思いますもん。だって上手な人だなだってさ人の批判なんかさってしょうがないじゃん。で別に嘘ついてるわけじゃないんですよ、自分も。はい。なんかその、八方美人しようと思ってるわけでもなくて、ただ、結局その、一個の事実があって、それをプラスにするかマイナスにするかその人の解釈次第なんで、はい、必ずプラスの方の道をちゃんと見ておくっていうのは、自分が生きやすくなるための手段、生きづらいじゃないですか、世の中ね。それは正しい、オーブ正しいですね。いいこと言った今。いいねください、今のでいいこと言ったなと思ったら。どんな人もいいとこありますもんね。ある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 。はい、まあそれは逆に言えば悪いところにも繋がるんですけど。圧倒的悪いところにもなったりするんですけど、はい、まあでもそうじゃないですか。だから、ちゃんと相手のいいところを、まあ、言葉にしてちょっと理解するっていうのは、はい、なんか自分が生きやすくなるために必要だと思うんで、まあ、例えばどうしても受け入れられない相手でも、例えば、じゃあ麦太郎がうざいと俺は。麦太郎さんがうざいってなったけど、麦太郎さんはきっと麦太郎さんの、なんか友達にとってはすごくいい。そんな、俺に対してだけ相性が悪いだけっていう風な言い方をした方が、自分が生きやすくなるんで、なんかめっちゃうざいやつも、なんか一人くらい友達いますもんね。そう。いや、まあそれはありますね。まあ、うざいやつはうざいですけどね。まあ、それは仕方ないですけどね。あれですか、やっぱそうコロナの動画の話とかでしましたけど、ああいう陰謀論的な話とかするようななんかチャンネルとか好きじゃないんですか。なんか白瀬さん結構ポジティブな内容が多い。そうコロナの話 YouTube とか一切しなかったんですよ。はい、なんかこうネガティブな要素は僕はあんま見てないな YouTube ではって思うんですけどね。それは
基本的に何かこう YouTuber がネタを扱うってなった時に、それはさっきの前回の話とも重なるんですけど、はい、ネタを扱うってことは売名するってことだと思ってるんですよ。そうですね。半分ぐらいがね。はい。から、俺はコロナで、まあコロナというネタを扱うってことは、半分はコロナで売名するっていう意味だと思うんですので、その半、もう半分に何の意味を乗せれるかがすごい重要だと思ってるんですけど、はい、自分は正確な情報を取捨選択できてる自信がなかったんですよ。あー、なるほど。そう。偏ってるんじゃないかっていう、それすごい大切な視点ですけどね。大切な感覚でしょ？いや、めちゃくちゃ大切っすね。っていう発信をすることができたんですけど、ね、まあしなかったんですけどね。まあ、でもみんななんかわかんないけど、なんか自分がすごい正しいと思ってる前提で、こう乗せてくるのがどうしても嫌で、誰が正しいかわかんないっていう状況だったじゃないですか。1ヶ月前って。はい、そうですね。で、麦太郎さんの動画はそれがなかったんですよ。こう、中立に、こういう事実がある、こういう事実がある、ここはこういう、ここからこういうデータが出てる、じゃああと自分でみんなちゃんと考えて動こうね、みたいな、ニュアンスだったじゃないですか。いやー、難しいですからね。だって、そんな自信を持って言えないですからね。そうそう。なんだけど、はい、例えば、ちょっとね、これ視聴者さん傷つけちゃうかもしれないけど、あなたはインフルエンサー、インフルエンス力があるんだから、影響力があるんだから、こういう動画をちゃんとシェアしてください、みたいな、ニューヨークのさ、ニューヨーク、まあちょっとまあ、動画とかあったじゃないですか。はい、ありましたね。で、俺、あの動画見た時点で、はい、これも後出し、これね、後出しじゃんけんだから本当に申し訳ないんですけど、あの動画見た時点で、こいつ分かってやってんなと思ったんですよ。あ、バズるってことですか？そう。あ、まず、サムネイルで、あの表情をして、こういう表情だったじゃないですか。で、あれは、YouTube のこと分かってて、どういう話をしたら再生数がいて、どういう話をしたら人に影響力があるかっていうのは分かってる人の喋り方で、動画だったんで、この人の話が嘘かどうかは置いといて、完全にコロナを使ってるなって思ったんですよ。はい。から、絶対シェアしなかったんですよ。あの動画シェアしてくるって結構来ましたよね。僕も結構来たよね。僕も結構来ました。10件くらい来たよ。結構来ました。10件くらい来たけど、全部ごめんなさい。ちょっと考えと違うんで、自分が事実だと思ってることともちょっと違う部分もあるし、確証持てないんでこれはシェアできないんですって、こう繰り返したんですけど、だから、あの人が悪いかどうかって話は今してないんだけど、でも少なくともそういうふうにコロナを扱うのは、まあなんかこう自分のメンタリティにとって良くないと思ったんで、この1ヶ月ぐらいはコロナについてずっと黙ってて。まあこれも後出しじゃんけんなんで申し訳ないんですけど。いやでもすごい大事ですよね。なんかこう、その白砂さんは数字を取りに行くんじゃなくて、一応ちゃんと視聴者とか他の人のためになるようにっていう部分絶対言ってるじゃないですか。違います。私は数字を取りに行ってるんです。数字取りに行ってたら夜にかける。出してます。違う。長期的に。長期的に。みんな聞いて。いやでもちゃんとしてるじゃないですか、その辺は。でもそれは、だから、はい、次の一本の動画がバズるかどうかってもうどうでもよくて、長期的に結局は視聴者がみんな見てくれてる人たちが、はい、ハッピーになる、かつ、なんか信頼してもらわないと一生見てもらえるチャンネルにならないと思うんですよ。だからそれが大事ですよ、ね。嬉しい、もっと褒めて。あ、麦太郎さんのチャンネルは、麦太郎さん素晴らしいです。麦太郎さんのチャンネルは概要欄に貼っておくので。いやいや、めちゃくちゃ大事な視点ですよね。そうなんだ。だから皆さんのことは裏切るようなことはしないように頑張ってしたいと。すごいビールみたいについちゃった。そう、皆さんの期待とか、皆さんがこうなんか信頼してくれる分っていうのは裏切らないようにしたいと。まあ人間的にもそうだし、 YouTube やってるものとしてそれをやっちゃうと結局見てくれなくなっちゃうと思ってるんで。そうなんですよね。半々。マジでちゃんとしてますよね、それを。麦太郎さんのチャンネルは。いや、わかりますよ。なんか、僕も一回企業案件で、なんか、この商品を紹介してくれって言って、お金もらったんでやったことがあったんですよ。でも、本当にその商品がいいと思って進めてるわけじゃないのに、それを進めて、それを買った、僕を信じて買った視聴者がいるということは、よくねえなと思って、もう二度とそういう、自分がいいと思うもの以外はやめようと思ったんですけど、ただそういう視点をすごい、石田さん、ちゃんと、そう、やってますよね。なんか。でもまあ、私はお金も好きだし、人も好きだし、お金も好きだから、目の前の10万じゃなくて、未来の1000万と思って生きてるわけで。でも、そういうわけよ。なんかその、理由は違えど、やってることは全部あるじゃないですか。そう。なんか、嘘つかないようにしようって、その方が伸びるから。絶対その方がいいですよ。いや、それはそうっすね。絶対その方がいい。いや、YouTube というね、媒体がなくなったとしても、基本的には誰かを不幸にしたら、後で絶対帰ってくると思ってるんで。いやー、あれっす。いいこと言って。いいね、いいねお願いします。これいいねポイントですよ、今。マジで、ほんとそうっす。多分今ので一瞬、こう、なんか、白砂さんがお金ばっかりなんじゃないかって思った人いるかもしれないですけど、結局そういうことだと思いますよ。マジで、そのお金とかじゃなく
まあお金なんですけど、最終的には。お金だけじゃないけど。信用を得るっていうのは結局お金につながるわけじゃないですか。だから、まあ、そうなんですよ。結局、すごいちゃんとした人だってことなんですよね。ウィンウィンでいきましょうって話なんですよ。そうですね。別に俺は自分のことは自己犠牲にしないし、皆さんのことも犠牲にしないし、お互いハッピーになりましょうっていうのが、このシラスタ、目指せプリプリプリンセスチャンネルですというところで、本日は、悩める東大生、麦太郎の、歌い方って正しいってあるのっていう悩みについて回答いたしました。はい、後半は関係ない話でした。まあ、麦太郎さん、本当に私ご迷惑おかけしたので、夜にかけるの歌い方について、皆さんぜひ、チャンネルの方を見ていってあげて、いいと思ったら、チャンネル登録ぜひしてあげてください。素晴らしい方だと思いますんで。はい。じゃあ、本当にお弁当を言ってるわけじゃなくて、マジで、普通にちゃんとしてるなって思うんで。はい、ありがとうございました。はい、バイバーイ。いい動画。